につけて。マイドスグッピンです。ブーン。本日はテムさんから25,000円分、もう何でも買っちゃっていいんでお楽しみくださいとお声掛けいただきました。ありがとうございます。まあ、けどですね、25,000円分欲しいもの買っていいよって言われても特に欲しいものもなくてですね、まあ、めっちゃ困ったんですよね。サイトを覗くと、まあ、便利グッズとか、あとは防災グッズとかね、まあ、いっぱいたくさん品揃え豊富やったんじゃけども、いや別に、まあ、いらんなーって感じで、自分のことミニマリストって言いたくないんですが、本当に家に物が少なくて、まあ、変に家具も増やしたくないなーっていうで思ったわけですよ。この25,000円分全部おもちゃ買って娘を楽しませよう。うん、ちなみに動画の最後におすすめ商品をお安く購入できるキャンペーン情報をお伝えしますので、最後まで動画見てください。ではペペペッとやっていこう。まず一つ目のおもちゃ、本日購入したおもちゃの中で一番難易度高いです。一番難しい。アスレチックといえば、まあ、こういうやつのイメージやんっていうことで買いました。意外と4,500円、うん、高かったね。自分のお金だったら絶対買ってないと思います。いけるいける。これもさっきのやつとほぼ同じノリで購入しました。まあ、さっきのやつと組み合わせたら、まあ、それっぽくなるんじゃないかなっていう。作りも結構しっかりしてて、大人の自分が乗っても壊れることはなかったんで耐久性はありそう。次は個人的に一番楽しみにしてたやつ、バスケットゴールとボールセットやね。いやー、これ小学生の時に友達の家にあって、もうめっちゃ羨ましかったんですよね。あとめちゃくちゃでかい車のおもちゃ、電動で動くやつなんてもう夢やったわ。次はこれは、これは何でしょうね。これ何でしょう。いくつかパターンがあるみたいで、まあ輪投げをしたり、ロケットを飛ばしたり、まあ、電池を入れると棒が回転してそれを飛んで遊べるみたいですね。やってみよう。壊れてたのか電池の残量が足りなかったのか動かなかったんですよね。電源入れた時にローって聞こえるんで、まあ、多分電池の残量不足かなと。替えの電池もなく購入する時間もなかったんで、今回はロケットの部分を活用することにしました。次はアーチェリー。もうアーチェリーはもう絶対に子供は好き。続きまして、これは娘がおそらく一番喜ぶやろうなってものを買いました。ボールプールですね。これ届いてから気づいたんですけど、ボール別売りでした。お笑いだ。最後に、実はこれが一番娘が喜ぶやろうなと思って買ったもの、家ですね。いやもうこれはもう外れないでしょ。秘密基地も大好きやん子供って。もうこんなん娘に見せたら今日はここで寝るとかね、もう 100% 言うんで間違いない。ケンケンパーするやつ忘れてました。まあ、正直これなくてもよかったです。さあそれではアスレチックコースが完成したぜ。娘にドッキリする前にコースを見ていこう。まずステージ1、出花からくじくというように一発目に最難関のコースを用意して娘の心を砕くぜ。もしコースの途中で足をついちまったら、あの余裕だ。運よくクリアできたら次はステージ2だ。ケンケンパでリズムよく通過していただきたい。リズムよくステップを踏めなかったら、そいつはもう生きて帰れねえぜ。ステージ3、高低差のある岩山が連なるコースだ。バランスを崩すと一気にあの余裕だ。ステージ4、足元のポンプを踏むとロケットが発射されるんだぜ。すげえだろ。地面につく前にキャッチできなきゃ、あの余裕だ。ステージ5、ここまで生きてたどり着いたら褒めてやりたいぜ。なんだってここは成功率 0.2% の最難関2シュートバスケットボールチャレンジだ。2回シュート入れるまで帰れないって話だな。ステージ6、運よくステージ5をクリアしてもさらに地獄が待ってるってもんだ。ルールは簡単、5回打って1回でも的に当たればクリアだ。簡単だろ。問題はこの次だ。ファイナルステージ、実はゴールの家にたどり着いても鍵がかかってて中に入れないんだ。せっかくご褒美のプッシュポップと注文していない追いかけセットが用意されてるっていうのによ。じゃあどうするんだって。話は簡単だ。ファイナルステージの奥にある沼に鍵を隠しておいた。ここいらでは通称地獄沼と呼ばれているんだが、ここに入って出てきたものはいない。
つまり娘はジエンドってわけだ。無事鍵を見つけれたら家に入ってゴールってわけだな。最後までたどり着けるかみんなで見届けようぜ。まあ無理だと思うかな。よー、いらっしゃい。さすがだ我が娘。これロケットがピュンって発射したらそれを落ちる前にキャッチするんや。いけるかな。はい、失敗。もう一回クリアー。よしよし、じゃあ次はバスケットボールチャレンジ。2回入れたらクリア。はい、クリアー。よし、じゃあ次はアーチェリーチャレンジ。これアーチェリーでこのまた当てたらいい。ああ当たった。よし、クリア。いやだからそっから入って鍵見つけて。鍵あるからどっかに。鍵あるかな。そこには何もないよ。どっかに鍵が隠れてるよ。鍵を探して。あ、鍵見つけた。おめでとう。はい、だからじゃあその見つけた鍵で家の鍵を開けよう。おめでとう。クリアさくら、ちょっと何鍵閉めてんの。鍵閉め直すな。鍵開けていい。コン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 。ダメ。ガチャ。ダメ。ちょっとさ、何してんのあんた。それは勝利したクリアした者だけに渡される伝説の秘宝。おお、追い鍵できそう。ええやん。はい、ということでね、まあ無事ドッキリも完了して、まあお片付けしてますと。あのルールが甘い部分がいくつかあったと思うんやけども、まああんまりこうね、ルール厳しくしすぎても、へそ曲げて、もうやらないみたいなことも全然あるから、ちょっとグッピンさん、ルール緩すぎませんかみたいな思う方もね、いらっしゃるかもしれませんが、ちょっと、まあそこはね、もうご愛嬌くださいって感じです。で、遊び終わった後でも残ったものは、バスケットボールとボールプール、あとは段ボールで作った鍵ですね。それでずっと遊んでました。意外とピンクの家はね、もういらないっつって、片付けてもいいよみたいな感じで、わからないわ本当に。最後に大事なお知らせがあります。動画のステージ1に登場したバランスブロックを概要欄のリンクから購入すれば、なんと450円で購入できちゃいます。すごいすごいよ。え？グッピンさんのおすすめ商品を選んでくださいってね、まあ案件いただいた時に言われてたんですけど、いやめっちゃ悩みました。バランスブロックを選んだ理由は、まあ小スペースで場所も取らないし、まあ意外と遊びの幅も工夫次第で出せるんじゃないかなと思ってこれにしました。まあぜひおうち時間でお子さんと遊びたい人は検討してみてください。普段娘とね、まあ毎日会えるわけじゃないから、まあ、たまにはね、こうやってエンタメパパになってね汗かかんと、いけねえなと思いますわ。またいつね、動画を投稿するか分かりませんが、お楽しみに。では次回の動画でお会いしましょう。アドバンス。